上川陽子法務大臣。少年法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は、満20年以上から満18年以上に改められ、また民法の定める成年年齢も、20歳から18歳に引き下げられることとなり、18歳および19歳の者は、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。刑事司法における取り扱いにおいては、18歳および19歳の者は成長途上にあり、可塑性を有する存在である一方、このような社会情勢の変化を踏まえますと、これらの者については、少年法の適用において、その立場に応じた取り扱いをすることが適当であると考えられます。そこでこの法律案は、少年法を改正して、18歳以上の少年の特例等を定めるとともに、関係法律を改正することにより、所要の措置を講ずるものであります。この法律案の要点を申し上げます。第1は、18歳以上の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪の事件であって、犯行時18歳以上の少年にかかるものを加えることとするものであります。第2は、18歳以上の少年の保護事件について、具犯をその対象から除外するとともに、家庭裁判所による保護処分は、犯情の軽重を考慮して、相当な限度を超えない範囲内においてしなければならないこととするものであります。第3は、18歳以上の少年について、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に関する少年法の規定は、原則として適用しないこととするものであります。第4は、18歳以上の少年の時犯した罪により、控訴を提起された場合には、略式手続きによる場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しないこととするものであります。このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の趣旨であります。ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。磯崎